新青丸は海洋研究開発機構が所有、運用している海洋調査船。東日本大震災の後の東北海洋生態系調査を目的とする。丹性丸の後継船である。主機関はディーゼルエレクトリック方式で主発電機3機及び補助発電機1機によって推進電動機2機を駆動する。推進機としてはアジマス推進機2機と 監視横方向推進機を備えている。アジマス推進機は全線開式、プル型で5翼の固定ピッチプロペラを駆動する。監視横方向推進機はトンネル2付きで交渉水力約10トンである。定点保持が求められる観測、調査の際には、これらは広域 DGPS と連動した自動繊維保持システムによって自動制御され、 数センチメートル単位での定点保持を実現できる。またこのように、漂白、低速航行での観測を行う機会も多いことから、現、由良装置としては、可変周期型の原料タンクを備えている。東日本大震災で受けた、大規模な自然変動及びそれに伴う、生態計画欄の実態把握と、表示的な修復プロセスのモニタリング、 生態系の修復及び変動に関わるメカニズム解明をミッションとしている。海洋調査船として基本的な機能である海洋環境観測機能、気象観測機能、海底地形測定機能に加えて漁業に関して生産資原料の定量的測定機能を有している。さらに海底下浅部分地層測定機能、遠隔操作型無人探査機を搭載しての各種調査、 作業機能、海底地質サンプリング機能を備えている。本船は3つの研究室をはじめとして約140平方メートルに及ぶ研究区画を備えている。また、火器のような観測機器を搭載している。ありがとうございます。